小井町通りは、広島県広島市中区にある街路の一つ。広島市役所前交差点から、広島城南交差点までを結ぶ。国道54号の起点側の区間にあたる。全区間で、国道191号と重複し、神谷町交差点以南で国、国道183号、国道261号と重複している。本通り駅、恋城とは、 広島城の別称であり、その名の通り国道2号側から、広島城までを一直線で結んでいる。愛いい通りと交差する神谷町交差点は、市内交通の重要な拠点であり、広島電鉄本線、宇品線の神谷町東停留場、神谷町西停留場、本通り停留場、アストラムライン県庁前駅、本通り駅や、広島バスセンターなどが位置するほか、そごう広島店、 元町クレドエディオン、広島本店、神谷町シャレオなどの商業施設が集積し、繁華街を形成している。この通りの神谷町交差点から高野橋交差点までのルートは、元来広島城外堀から広島湾に通じる西道側であり、路面電車建設に伴い埋め立てられた。道路幅が広く7階までの建物の建設が認可されたこともあり、 沿線には金融施設の集まるビジネス街が形成され、従来の金融の中心である大手町通りにとって変わることとなった。この時点では、上谷町交差点以北は第2本、帝国陸軍用地であったため、上谷町交差点以北に道路は伸びていなかった。しかし、第二次世界大戦後に民間へ軍用地が解放されたことで、1949年、 神谷町交差点以北の区間も開通した。2008年4月1日に国道54号急道のうち、広島市民9条南交差点中洲2丁目交差点の区間の管理が国土交通省から広島市に移管されたことで、神谷町交差点以北における国道183号、国道261号の重複が解消された。旧西道側の水路は、 高野橋交差点から南はやや南東にカーブする小井城通りと分かれ直行して南下する現在の広島市道高野橋、宇治那線を通り現在の南大橋東詰め付近で元安川に合流していた。これに対し大手町通りは城下町時代からの幅の狭い通りのため3階までの建物しか認可されなかった。広島を探そうピアニッシも44から45。 一般国道54号の路線名及び管理者が変更されます。広島国道事務所、http://www.cgr.mlit.go.jp/.hirokoku/.op リリース。ーリリースに、2008324HTML2015 年4月20日閲覧。財団法人広島市文化財団。 株式会社島田組、広島城石国保海館地点、広島ウェーブ博物館、2012年4月4日閲覧、ありがとうございます。